メット、そこからバーストを叩き込む、そして人数差を作っていくのが V3 としては理想になりますね。さあそれでは見ていきましょう。順位争い上で非常に重要なマッチアップです。 LGL2024 サマースプリットデイナイマッチ3ゲーム1、バニコ富山 VS V3 e スポーツ、スタートです。ミニオン出撃まであと30秒、うん、いいですね。ここにワードを置くことによって、まあ、できる限りこう取るぞ楽にさせようという配慮のワードですよね、トップレーンの。これをすることによってその Q でスローをかけながら、うん、なんとか距離調節を行っていけると、うん、さあフリートフットワーク3枚は BCT、 あたのは征服者の選択になっています。さあジャングルの情報はどうでしょう。赤側のワードが1本ラプター裏に刺さっていますね、うん、互いにそうですね、やはり BCT としてはボットスタートをしてトップに行くルート、 V3 としてはボットサイドが勝つ、まあ、ボットサイドである程度アクションを起こしたいのでこのように、トップサイドをスタートしてみますね、うん、さあレーンに姿を現して、まあ、序盤のところはやはり互いのジャングルのルート上でアクションが行われると思うので V3 としてはボットレーンのウェーブを溜めつつアクションを行いたい。さあレベル1体力ユリを作りつつ、いやでもいいトレードできてますね、しっかりトルツも返している。ミッドのところは序盤エース選手が主導権を取るので、まあ、彼のその主導権を生かして正常にのポジションの特定、ないしは襲うまでは至りませんかね。うん、さあここでビニがスカウトホークを飛ばして位置の特定に成功しましたね。そうですね、イエルの位置が分かりました。そのまま上側に向かってイエルが進んでいきます。そのタイミングで HRK は下に向かって降りていく、うん、まあ、序盤のところはかなりこうゆったりとしたゲーム展開になりそうですね、さあビッグウェーブですね。ここに合わせるような、まあ、ダイブができるようなルート取りはしませんでしたね、うん、さあガンク警戒用のリパードが置けるタイミングですが、リバー日本タナとしては警戒用のワードを置きました、うん、これによって、まあ、ガンクは刺さりませんね。イエルの位置予測というのもかなり一度使うトークで見えているのでできているはずです。そうちょっとエースの打力が大きく削られていますが、さあエースも しっかりと返して、互いにミッドレーンがかなり体力がローの状態、うん、さあそして HRK が行くぞというピンが出ている。いやただこれジュール選手はポーションがありますからね、はい、徐々に回復していっているが引き寄せられるか。ただ出てくるならばバッコの解放で出てきそうなもんですが、先ほど使ったのでクールダウンでしたね。さあミニオンウェーブの攻撃を少しジュール受けてしまっている。ここは下がっていきます。 HRK もファームに切り替えていますね。互いにミッドちょっと見てましたが、そうですね、イエル選手がスクライブルームを叩いたのを把握したので、そうですね、 HRK 選手としてもここでカウンタージャングル気味にポジション取ってますね。さあラプター横にワードを置いて、これラプターも勝ってそうですね、動き的に、うん、いやこれはうまく相手のルートを特定して、うん、いいスティール成功しましたね、これイエル選手としてはラプターゴーレムの順番で買っていたので、ゴーレムに行かなければ次のキャンプがない、うん、ちょっと食べるもの今ないですね、うん、さあというところでぶつかり合ってはいるんですが、ダメージトレード有利を取るのはやはり HRK のブランド、うん、ぶつかりに行ってますよ。これボットレーナー動けるか、ボットレーンがプッシュ可能なのでここは無理やり寄ってますね、はい、さあスカートーゼル状況確認しましたが、ちょっと奥になりすぎる。ミッドレーンからジュールが寄ってきているので、一度切り返したか、むしろジュールを狙いそうだ。さあバッコの解放終わった後、うん、スタンのために、あ、スタンを避けるためにジュールとしてはフラッシュを使用しました。いやこれいい仕掛けでしたね、これによって一気にミッドの主導権関係変わりましたね、うん、この時間帯ぐらいからこうちょっと苦しくなってくるんですが、
まあ、フラッシュがないプレッシャーを生かしたいですね。さあそして、まあ、灰を積むためにかなり長い時間ファームしてましたね。HRK 選手はファームしてるので、まあ、この後を先にアクションを起こせるのは BCT サイドイエル選手になりますね。さあ先にリコールをかけてハウラとしてもゼリー移動速度が速いので素早く戻ってこれそうではありますが、ビニ選手としてはここをフリーズされたくないので前目に、ここまで入れば大丈夫でしょう。いやただいやこれイエル選手もジャングルの予測完璧ですね。先ほどボットサイドで勝ち合った時にリコールをしていない HRK 選手がリコールをしていないということを見つけていたので、ここで問題なく触れるということは BCT サイドも把握している、そしてもし来ようものならあのワードで、そうですね、ルートを確定できますからここで下がればいいと。さあボイドクラブ1体はすでに BCT 借り終えました。タナが降りてきてそこから HRK が触りに行く、ここは無理をする必要はないですね。さあ減っているか見ているか、よしもう1頭があるからスティール狙いますかね。さあ入ると捕まりそうなポジションではありましたが、これはおお、タイミングの見極めがバッチリでしたね。なるほど、ミッドレーンにヘテルも見えたのでと、選手とヘテル選手が見えたのでここは入る根拠になりましたね。これでボイドグラブ BCT が2、VCT が1という獲得数になりました。さあナイナがルートカット、 VCT としてはそのボットレーンの、まあ、ビニ選手がそろそろレベル6ですからね、彼のアルティメットを使って何かしらのキルアクションを行っていきたい。理想のタイミングとしては HRK 選手がこうミッド周辺に降りてきたタイミングですかね。あ、ブランドですがモスストンパーの緑のアイテム選択なんですね、ジャングルアイテム、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、ディフェンシブというか、セーフティーな選択になってますね。ダメージを出すのであればね、赤色を選択しますからね、いやそしてそうですね、この時間帯になってくるとメガナゲージもうまく利用すればトップサイドも殴り合いできますから。ただ CS 有利は着実にタナがこの時間まで広げてはいきました、さあジャングルに手をつけているがゼニスブレード仕掛けていって対象笑いなクリスタルアーロのタイミングでフラッシュアウトは間に合ったライトインクラッシュを展開がハウラ。さあ HRK が後ろのブッシュにひっそりと入り込んだがバレてはいないか、ドラゴンの獲得自体を止めるアクションにはならなさそうだ。そのまま進めていってイエルがドラゴンを確保します。トップレーンは1対1、メガナ状態のトル2をタナが狙っている。サンパンブラストでおーとフラッシュインショックブラストでねじ込んだ。フラッシュでは避けさせないソロキルだタナ。いやこれはいいタイミングでしたね。先ほどのメガナタイミングでアルティメットを使用して戦闘拒否していたので、このタイミングのメガナで戦闘拒否できませんでしたね。そしてタナ選手もそのタワー下に逃げさせないために E の方向をうまく調整していましたね、さあプレートも1枚トップレーン破壊したようです。ドラゴンの獲得は BCT。 さあ V3 としてはトップもソロキルできましたし1コアもできましたね、本当ですね、まあ、まだその完成には至っていないので、はい、完成時ほどのパワースパイクは得れませんが、ただ村マナーを初手で積んでこの時間ですからスタック溜まるのが早いですね。そのあとその V3 としてはボットの 2v2 ですよね。ここの辺りからハウラ選手も強く、ゼリも強くなってきますから、純粋にその2対2の DPS をだと、まあ、BCT サイドが上回ってくる時間帯、先ほどライナのフラッシュを落とすことには V3 成功しています。トップレーンは逆にタナが攻めのためにフラッシュを使ったのでフラッシュがない時間帯です、そしてミッドのところもバーサーカブツできて主導権関係変わってきますよ。ここからかなりこうジュールがプレッシャーかけてますね、いやただミッド主導権がないにしてもそのボットレーンの主導権タイミングちょっと HRK これ浮いているようにも見えるが、さあどうする、さあ狙う HRK グレーシャルプリズン、そして冥府一戦まで決まっていた。ハウラもここに寄ってくる、ヘテルが飛び込んでいましたがこれは逃げ道がありません。1キル獲得 BCT。
ボットレーン、ミッドレーンともに寄れるタイミングだったので HRK 選手も入っていったんですが、ライナー選手のポジションが特定しきれていませんでしたね。うん、ワード的に気づけたと思うんですが、ドラゴンピット裏に1本ありますから、あれで見えたような気も。そうなんですよね。いやただ惜しかったですね。はい、結局こうファイトでダメージが今おそらく一番出せる HRK がアルティメット唱えられずにデッドしましたから、うん、ここからですが BCT としてはパワースパイクを迎え始めているので、次のドラゴンないしはこのボイドグラブを抑えていきたい、うん、特にミッドの主導権がかなりありますからね。ここでリコールをして相手の完成後ボイドグラブテレポートはジュールサイドのみ残しています、うん、BCT としてもそのドラゴンを1体抑えれていますから、ボットサイドでアクションを起こすのではなくトップサイドでアクションを起こしたいということでローテーションまで行っていますね。さあボイドグラブ前に視界はあるぞ。タナが狙っていきますが瞬間的にミッドの主導権を得れていますがちょっと人数差の関係でV3 サイドも仕掛けれませんね。クリスタルアローが今上がりそうですがまだ時間が足りない。おおスティールしたぞタナ。ボイドグラブを獲得した。そのタイミングでヘデルが仕掛けていってリバーのポジションを V3 が取っていきます。さあクリスタルアロー完全に上がった。そしてこれで 3-3 になりましたね。おここはいいスティールしましたね。はい、ショックブラストでなんか横からスーッと取っちゃいましたね。なかなか難しいタイミングではあったと思いますが、はい、取りましたね。これで、まあ、半分半分痛み分けという形ですが、うん、先に動いていた分ミニオンのロストは BCT サイドにありそうですかね。さあドラゴンまで1分ほどです。ここはドラゴンファイト互いのチームとも行いたそうですね、うん、まあ、特にミッドの主導権があるそしてボットの主導権もこの時間帯取っていきたい BCT サイドですからアクションは起こしそうですね。あと V3 がこうタナのジェイスのパワーをどういう風に使うんだろうっていうところですよね、うん、まあ、テレポートを使ってそのボットで5対5を起こすのもまた面白いですが、まあ、ただそれでナーも寄れてしまうとその、まあ、ゲージ管理は難しいですけどやっぱり集団戦も強いチャンピオンですから、うん、あと17秒。そして互いにリコールタイミングですか。そうですね、テレポートはトップレーナー残しています。あこれボットでファイト起こりそうですね。あタナ歩いて向かいますか、うん、さそのままドラゴンファイトになりそうだ。トルツーはテレポートがあるのでそのままトップレーンに戻ろうとしていますがタナは視界のないところからボットレーンに直接行こうとしている。さあ破攻撃から捕まったのヘデルですがフラッシュアウトで時間を稼いでいる。クリスタルアローはこれは直撃しているのはイエル。スローを与えながらですハウラもしっかりとビンに対してオートアタックを当てているゼニスブレードが届きましたがスタンまではつながらず。さあここでタラの位置も把握できました BCT、うん、その間もトップレーンをプッシュしています。 BCT はこれすぐバーストしてタラ選手をトップにテレポートさせてあげたいですね。さあ視界はないのでこのまま取り切りそうだ。さあドラゴンを取り切った後テレポートしているこれ止まったどうだ。いやトレポートはしきった。ただボットレーンサイドからハウラのダメージがビンに届いている。フラッシュアウトの判断になりました。浮いていたのは HRK そしてハウラここはフラッシュインで仕留めに行く判断にしました。2キルの獲得 BCT。 そうですねそのここまで見送るまでのフェーズ行かなければ、まあ、BCT サイドもチャレンジしますよね、はい、いやライナ選手もそうですがハウラ選手もよくフラッシュインで追いかけましたね。これによって HRK 選手のキャッチそしてボットレーンの V3 ビニ選手のサモナスペルを落としてさらにキャッチまでつなげれましたか。このテレポートを見て、エンゲージさせる根拠を持たせてしまいましたね。そうですね、まあ、あと HRK としてもちょっとこうテレポート止められてはいけないのでちょっと寄り気味な動きにもなったようにもちょっと見えましたね。さあメガナ仕掛けていってスタンまでつながってポイント岩は避けている。さあ後ろからやってきたのはジュール。それに対してサンダーブロー距離は取りましたがしっかりついてきてジュールのキルになる。トップレーンで1キル見出していったのは BCT。 いやこのローテーションも先ほどトルツ選手がテレポートを使わずにトップレーンを押していたから成し得たアクションですね。なるほど、これによってボットにテレポートを使えばノーリスクで、守れますし、ただHRK 選手であったり
ヘデル選手の動向をうまくつかみきれていない、まあ、特に HRK 選手の場所が分かっていないので、ここはリスクを取らずに歩いてやっていますか。まあ、テレポートした瞬間のまあなんかダイブみたいなのを警戒しましたか、うん、ただその分エースがずっとフリーで叩けたので、タワーは折ることが V3 できました。その間に BCT としても上側のタワー破壊はできそうでしょうか。うん、そうですね。さあここにタナが合流しますが、やはりちょっとタワー下まではいけません。うん、ここまで BCT 非常にゲームテンポを握ってますね。うん、グローバルゴールド2000ゴールドほど BCT 勝っています。そしてここからですが、 BCT としてはその米の強み、サイドレーンでの強みを生かしつつ、ミッドの主導権もゼリがスタティック守備を完成したことによってありますから、うん、ゼリ、そして、ジュール選手の使うヨネ、この2ラインを生かしてアクションを行っていきたい。対する V3 としてはそれを生かされたくないので、ミッド周辺でそのアクションを先手で行いたい、うん、例えばですがビニ選手のアルティメット、もしくはヘテル選手のアルティメットからハウラ選手のサモナースペルを落とす動きであったり、キルする動き、機動力優れているので当てられればですけど、今ならクレンズないですからね。そうなんですよね。いやただ ADC 間でレベル差がすごいですね。あ、本当ですね。レベル1まるまるついてますか。うん、今先ほどハウラ選手レベル11になって、ミニ選手もちょうど今10になりましたから、うん、さあローテーションでトップのアウタータワーを割り返しましたが、その間に人数がまあ少なくなったミッドレーンにリフトヘラルドを召喚してアウタータワーの破壊に成功。もう一度乗り込んでインナータワーまでタックルはできそうです。体力半分ほどまでタワーを削って、さらにはボットレーンのプッシュもジュールが行えている。ハウラーを合流して割り切れるか。ミニはもういないが、焼いた、一気にタワー2本。 BCT としてはその V3 のトップのスプリットに対して2レーン、 V3 は1レーンしか押せていないに対して、 BCT は2レーン押し上げれていますから、そのトレードであれば自分たちの方が有利ということで、V3 のアクションを無視した形ですね。ヘラルドもありましたから、かなりゴールドが取れました。これでリコールしたジュールが2コア、これジェリーも2コア生えそうですよね。あ、できましたね。こうなってくると BCT かなり今パワースパイクを迎えていますから、はい、ファイトを起こしたい、まあ、ドラゴン、この2ドラゴン、3ドラゴン目ですか、ファイトしたいですね。やはりこうビニーの足の装備を見るとゼリーから比べるとかなり心もとない装備になってしまいましたね。まだちょっとキャリーラインのダメージが足りないので、はい、V3 としては2コア完成タイミング、そしてタナ選手のその、まあ、2コアプラス涙の完成タイミングでアクションを起こしたい。さあドラゴン20秒、スタックは 1-1 です。ライナが狙っているか、トルツ合流タイミングですが前には出てきませんでした。 HRK、このアウタータワーがないですからね。そう、ボッコンの解放から冥府一線つなげていった、狙いは HRK、 しっかりつながっている。そしてジュール耐えました。タワーの破壊と1キルに成功。 BCT ちょっと予想外の仕掛けだったのか。そうですね、フラッシュ反応できませんでしたね。はい、 HRK 選手がジャングル、ラプター横にポジションを取っていたことがBCT としても分かっていたので、そのままボットサイドに来る、ないしはミッドのダイブカバー、ミッドのレーンカバーに来るだろうという読みでジュール選手も花から仕掛ける準備していましたね。ドラゴンを倒しました。さあ先ほどのキルと戦闘がドラゴンまでつながりました。2つ目のスタックを BCT 獲得です。 V3 としてはかなり苦しいゲーム展開になっていますが、やはりタナ選手の2コアできました、はい、さらにはここからスタックですよね。あのマナムネのスタックが溜まった段階でファイトアクションを起こしたい。ただ狙うのはやはりハウラ選手はちょっと狙えないですから、まあ、狙えればいいですけどね、なかなかこう捕まえきるのが難しいチャンピオンですから。なので、まあ、捕まえるとすればどちらかといえばハウラ選手よりもジュール選手、うん、彼を捕まえてシャットダウンゴールドを取りに行きたいですね。さあバロンマップしました。全レーンを
押し込むような体勢を作ろうとしていますが、タナは抗うことはできていそうですが、ミッドレーン、トップレーン、BCT が押し込んでいきます。全体的に主導権がない、唯一こうタナ選手のみ主導権がある状況ですから、ただ視界がないのでこれ以上前にはいけないですね。そのレルの動向が分かんないんですよね、はい、隠れてますからねずっと。おっと触る、いやこれは触らないと思います。さあその瞬間にコントロールワードを差し返しました。ヘテルスクライアブルームに移っているのはワードのみ。おーミニナータイミング狙うでしょうな。まだ待つ。ここは一度リセット、うん、BCT としては焦る必要がないというのも、中盤以降になればやはりゼリーそしてヨネのパワースパイクというのは非常に高いですし、まあ、レートも強い。 V3 としてはその圧縮のアルティメットこそ警戒すれど、まあ、中盤のダメージというのはちょっと伸び悩む時間帯がありますから。そうですね、相手も、まあ、タンクしっかりといますからね、それもあって余計狙いづらい。まあ、一つこうブランドの集団性のパワーというのは警戒すべき対象ではありますが、はい、しっかりその序盤のところブランドの成長を阻害できていますから、でもそこを狙って落としていきましたからね、うん、そういったところで BCT としてはそこまで焦せる必要がないので。おっとソーラーフレア捕まえた対象ラインのショックブラストも決まりましたが、フラッシュ対応になっています、うん、ここから BCT サイドの仕掛けるタイミングですよ。メガナ、トリツ、ブリンクはない。グレイシャルプリーズンは当たっていません。イエルショックブラストはハウラに対していいダメージ、じわりじわりと相手の体力を削っていくの。 V3 ゼニスブレードはスパークサージでハウラ壁を越えて逃げています。 BCT? その間にもトップレーンじゃないボットレーンをジュールがプッシュしている。これ BCT としてはリコールさせたくないですね。ライナー選手もそうですね、リコールキャンセルするために、うん、そしてここでリコールするのであればバロンタイミングですよ。より安全にきますか。タナが今見えた、リコールしそうですね。ハウラが3フォア出ますかね。ギリギリ出ますかね。ここであーゴールド集めてますね。3コアになりそうです、この後のリコールで、まあ、もうこの3コアタイミングでアクションを起こすと、まあ、ちょうどドラゴンタイミングですか。そうですね、3つ目のドラゴンにフォーカスを当てて動いていそうではあります。ミッドレーン周り仕掛けていくのはヘテル、ただ対象は非常に硬いイエルだ。ミニが殴ってはいるものの、さあテレポートを使って合流する判断になったジュール。これでテレポートを使わせたが、その後捕まらなければというシーンですが、メフ一戦届いているヘデル、ただ耐えたか。いや前ブリンからハウラが仕留めた。ソーラーフレアはスタンになりましたが、その前にオートアタック出ていました。1キルの獲得は BCT。 いや BCT としてはここバロン触りたいんですが、ブランドのアルティメットそしてジェイソンのポークがあるのでバロン触れないですね。エンゲージスキル、イエルのグレイシャルプリズンがあるので反転も狙えそうではありますが、ちょっとリスクは高いか、うん、まあ、それよりは次のドラゴンを見据えて先にポジションであったりビジョンを取る方を優先して、ここは一度リセットになりそうです。さあドラゴンまで33秒ほどです。さあここでリコール、サイドレーンの管理を常にジュール選手そしてトルツー選手が行っているので、あここでサイドに顔を出す、そうすれば先にポジション取りやすいのはBCT サイドになりますね。やはりワンエーゲージワンフロントなので難しそうではありますね。V3 は序盤でこうある程度有利を持っていなければいけませんからね。 あとはポジション有利を取れればなんですが、ドラゴン周りなりはまだ視界がお互いあまりない状況ではありますが、裏にコントロールワードは刺さっているのは BCT。 クリスタルアローは上がりそうだ。ハウラ選手もクレンズありますし、ジュール選手もアルティメット上がりましたからね。さあウェブクリアもアウタータワーがない分 BCT が押し込みます。いやこのトルツー選手のゲージ管理が完璧すぎる。これ BCT はドラゴン先行していますからね。はい、さあバロンでいいと、バロン触り始めます。引き寄せての反転もできる。これはギリギリまで引き寄せたいですね。
ライナ選手のエンゲージポジション、そしてトルツー選手のエンゲージポジションをかぶせたい。さあメガナーにはなった状況は見えている。ただバロンの削りが早いか、そのまま通り切ったな。ビジティバロン獲得。ソーラフレアはこれはメガナーにしかヒットしていない。メフ一戦オクションを狙っていったジュールですが、うまくミンはかわしているものの接敵されて味方が周りにもういない。エースがうまくダメージを出しながらハウラとの 1v1 ですが、ハウラがここを勝っていく。タラが細かく振り返りながらオートアタック決めていくんですが、2対1の状況。イレを狙い撃ちたいですが、エキュートとのスタンが入ってそれ以上の追撃を許しませんでした。エース獲得は BCT。 いやー、こう下側のファイトもそうでしたが、上側のファイトもスムーズでしたね。トルツー選手がアルティメットメガナー状態で、アルティメットを保持した状態ですぐさま HRK 選手をとがめに行ったんですよね。結果としてはその HRK 選手にアルティメットを使わせる結果になりましたが、それでもすぐさま落とし切ったので、あ、 V3 としてはダメージが足りない結果になりましたね。彼のアルティメットをバックラインに打たなければ V3 そうですね、そのバックラインを溶かしきる火力ないですからね。ここはいいバロンラッシュでしたね。そう、ここでフラッシュインでアクションを起こしに行ったんですが、そこをトルツー選手とイエル選手にとがめられてしまいましたね。ブルーチームのダブルキス。いや、最後取れるかなと思いましたが、いや、CC 一応ノックアップ判定でしたか確か。はあ、永久凍土のスタンで ガチッと空中で止められてしまいましたね。いやー、タナ選手もしっかりそのトップジャングルのフロントラインに対してダメージを出していたんですが、まあ、そこタナ選手や HRK 選手が狙わなければいけないのは相手のキャリーラインでしたよね。さあこのタイミング、先ほどもそうだったんですが、有利を持っているのが BCT サイドになるので、はい、まあ、ここでトップサイドの相手のアクションに付き合うよりは自分たちがミッドボットの2ウェーブプッシュを行う方がより有利が広げれると。交換にできていればまだいいですからね。そうですね。ただやはりバロンバフがある分だけその一時のトレードではなくてより多くを取っていくのは BCT。 2インヒビターまでつながった。これトルツー選手がリコールキャンセルすれば